株式会社ライフフーズは大阪府水田市に本部を置く和食レストランチェーンを運営する企業。元はスーパーマーケットを運営するライフコーポレーションの関連企業であったことから現在でもコーポレートマークがライフコーポレーションの色違いである。東海地方、近畿地方を中心に出展している。なお、ヨークベニマルの還元会社である株式会社ライフフーズとは無関係である。 出店、出店、ザメシや、ザメシや、病音通店、家庭料理を中心とした約120種類ほどのメニューを用意し、洋食、中華も交えて客が自由に料理の組み合わせを作り上げることができる和食を中心としたカフェテリア方式の業態。待ち時間が少なく客席回転率の高い、ファーストフード方式とくつろぎのある雰囲気のレストランタイプの両面の要素を合わせ持ち、 多彩なサービスと満足度を提供。街角や街角や秩父通り店丼物、定食にメニューを絞り込んだファーストフードタイプ2ーオーダー方式の和風定食や業態。当初のザメシや24から揚げ物を提供できる店舗、街角屋への転換を積極的に行いメニューの充実を図った。また、安心感のある低価格と明るい店作りにより、 家族連れ、会社員、学生など、幅広い顧客層を対象にしている。飯屋、食堂飯屋、食堂お頭端店、ザ飯屋のノウハウを活かしながら、店舗の小型化により初期投資額を少なくするとともに、少人数のスタッフによる効率的な運営を目指す。ヘルシー和食をさらに気軽にというコンセプトで、出店立地の多様化という面で、今後の拡大の可能性を持つ。 さぬき製麺さぬき製麺中切れ店さぬき製麺のミニドリ店厳選した小麦と塩を使用し、店内製麺所でさぬき製法により毎日製麺した程よいコシと粘りを兼ね備えたうどんを提供する本物志向の業態。自家製麺にこだわり、おむすび、天ぷら、おでんをラインナップした専門店としての存在価値を意識した業態となっている。出店、麺ムス、 カフェテリア方式でうどんを提供する業態。また、ザメシアのメニューの一部も合わせて提供しており、うどんとおむすびだけでなく幅広い客のニーズに応えたメニューを提供。メシアっ子、ザメシアと同様のカフェテリア方式の店舗形態を呼び、ノウハウを用いながら価格での差別化を図った低価格メニュー主体の業態。ヘルシー和食をさらに気軽にお合言葉に、 新たな顧客層開拓を目的として設立した業態である。企業、団体は当時の名称、出店ありがとうございます。